います。ただ経済はまだまだすごい力強いと思うんですね。給料もどんどん上がっていますし、まあ、GAFA とかね、有名な IT 企業の場合は初任給がね、150万ぐらいから始まりますからね、まあ、アメリカの経済の、底力というのはおそらく、イノベーションの伸びとか、あとは人口増加、この2つが大きいのかなとは思います。GAFA、エミとか、あとはネットフリックスとか、巨大な IT 企業が誕生していますし、まあ、イノベーションを起こせるような企業も続々と、ね、誕生しています。まあ、株式会社を作る時も日本よりもアメリカの方がお金が安いんですよね。テスとかベンチャーとか、こういったものの支援を打ち出していきたいなと。その地方にあることができれば、ということで、まあ、今日疲れましたね。まあ、とりあえずあと2週間でもやろうかなと思っておりますので、一旦これで終了します。それではまた後で。いやな、今日はい、さあもうちょっとやって帰りますね。ここは2週間になります。まあ、車の数多いけど、でもさっきのドブ川のところが一番目立つような気がしますね。ちょっと待ってくださいね。ダメだ、ちょっと無理だな。花粉がちょっときついな。じゃあ、早速始めます。つまらないトークしますので、よろしくお願いします。Let's do this。皆さん、おはようございます。今日も無所属で、落選中ではありますが、頑張って政治活動の方を続けていこうと思っています。まあ、教育関係の仕事を、今まで、まあ、2015年までね、してきて、今は子供の未来に投資、この2つは全く違うものですから、税金だけに頼るというよりは減税をすることで個人の消費を、ね、促進をするとか、規制を緩和してこうもっと自由経済を、ね、こう促進した方がいいのかなと思います。まあ、本当に先進国の中でも税金の負担が、ね、非常に重いと言われていますので、来月からも、確か4月から、高校の家庭科で金融の、ね、教育をこう始めるということで、まあ、個人的には、金融の教育は非常に重要だと思いますから、高校の家庭科だけではなくて、義務教育課程からですが、まあ、今でもライティングとかリーディングがねメインになっていて、まあ、杉本修一講演会としてもヒアリングとかスピーキングの教育に力を入れた方がいいかなと思います。まあ、英語を話せるようになるような英語の教育がね必要だと思いますから、まあ、こういったところも議会の方にねこう提案していけるように頑張っていきたいなと思います。まあ、過去25年間の日本の経済成長率は非常に低いですから、まあ、アメリカの方が、ね、全然経済成長を達成しています。イノベーション能力がありますし、人口も今3億人以上ありますからね、イノベーションの方が経済の成長は、ね、もっとこう高まるのかなとは思います。まあ、イノベーションをこう起こせるような地方都市をまずは目指していきたいと思いますので、まあ、人口そのものも静岡県内の人口も過去5年間で6万7000人ぐらいね減少しています。なのでもっと他の都道府県と差別化を図って、子育て7700万ぐらいの、ね、発売をしています。まあ、こういったものがもっとこう実用化されて普及してくれば、こういう開発コストとか、金額もねプライスも非常にコストダウンされてくると思いますので、浜松とか静岡全体のこういった新しいテクノロジーとかエアモビリティ、こういったものもね、見据え
めて町づくりを今からこう作っていこうかぐらいだったらね、あの変えると思いますので、多分 MO とかね、あとは KO とか変えると思いますので、まあ、差し値注文していこうと思います。ということで、今日はこれで終わろうと思います。お疲れ様でした。オーラガイス、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライフボトムス&サブスクライブ、ステイチュー、シーユーツモロー、やだ、ヨーロ、はい、じゃあね。